こんにちは。今日は9月の使い切りコスメを紹介していきます。定番の松木用のコットンですね。今回は1箱使い切りました。カラコンになります。こちらは、フランミーのドーナツブラウンですね。30枚入りのものになります。このコンタクトはもうどの色も結構大好きなので、またリピートすると思いますね。そしてこちらは、ポップレンズで購入したスパニッシュのリアルピーチになります。結構ね、色味が薄いので、まあ仕事の時はつけれないし、休みの時ぐらいですね。まあスパニッシュのシリーズは目も痛くならないし、すごく使いやすいコンタクトですね。この色味はもう買わないかなって感じですね。そしてこちらパックになります。ボタニカルオールインワンフェイスマスク 100% ピュアコットンで30枚入りだったんですが、これドンキ、確かドンキで500円で売ってたやつなんですけど、シートがとにかく、横幅がめっちゃ長いもので、もう横の方がもうベラベラ余ってしまって剥がれてくるみたいな感じで、でなおかつまあ、ちょっと保存してた期間が長くて蒸発したとはちょっと思えないんですけど、美容液、そのパックに浸ってる液体がとても少なくて、パック自体もなんかすぐ乾燥する感じで、あまり使い心地は良くなかったかなって思いますね。リピート購入はなしです。そして単品のマスクはこちら、ミノンアミノモイストの美白マスクを1枚使い切りました。こちらはね、すごい薄手のマスクなんですけど、まあ本当に潤い成分がたっぷりで保湿されるマスクでしたね。まあこちらは試供品でいただいたもの使い切りました。そしてその他系で、こちらギャッツビーのボディーペーパーですね。フリーズピーチかなのものを使い切りました。もうね、毎年夏はこれにお世話になってる感じで、ギリギリ一つ使い切りましたね。こちらはまた来年リピートしようと思います。そしてこちらは去年購入したハッピーデオフリーズクーラーアイスバーベナ、同じくマンダムの、もので、まあ、冷却スプレーみたいな感じですよね。ボディーローションになってますけど、かけるとヒヤッとするものですね。こちらこれぐらいのサイズ、一番こう使い切りやすくてちょうど良かったですね。また来年夏なる前に欲しいなって思います。この匂いもすごくさっぱりして良かったです。そしてこちらも、まあ、2、3ヶ月に1回使い切っている目の洗浄液ですね。コンタクトを外した後にアイボンのダブルビタミンプレミアムですね。私はいつもつける前に使ってます。こちらはリピートして使っております。そしてハンドクリーム、こちらゴールドハンドクリーム、中にこうなんか金箔が散りばめられているようなハンドクリームだったんですけど、保湿的にはあまりなかったかなと思いますね。まあ使った後サラッとはするんですけど、保湿力を求めるならばちょっと足りないかなって思いましたね。こちらはね、ラクシーに入ってたのかな、
特にリピートの予定はありません。こちらはヘアスプレーのケープですね。ナチュラル&キープを1本使い切りました。こちらはね、1本もリピート済みですね。でも最近ちょっと髪を切っちゃったので、まああまりまとめたりするのに使ってないんですが、まあまたちょっとね髪の毛伸びてきて結んだりすることがあればアホ毛対策で使うと思います。とりあえずストックはありますね。そしてこちらダイソーで購入しているメイクアップブラッシュクレンザー、メイクブラシ専用クリーナーですね。こちらもリピート済みで現在も使っておりますね。これは本当に手放せないクリーナーです。そしてクレンジング系かな、こちらヒロインメイクのマスカラリムーバーになりますね。これ多分使い切るの2本目かな。結構ブラシが大きめというか、まつげにドバッと液がつく感じですね。今はこれはもうストックは買ってなくて、キャンメイクとファッションのものがあるので、ちょっと使いやすいもので次買おうかなと思ってますね。これまあまあちょっと高めなので、キャンメイクとか使いやすかったらそっちをリピートしようかなって考えてます。そしてこちらはロクシタンのクレンジングダブ IM クレンジングオイルですね。こちらは30ミリのサンプルサイズになるのかな、を使い切りました。なんかすごくオイルっぽい匂いだったんですけど、まあ洗浄力はまあオイルなのでね、すごく良かったです。まあロクシタン近くに店舗はあるけど、いろいろまだメイク落としもストックがあるので、これはリピートは今のところはなしです。そしてこちらこれも多分ね2個目なんですけど、ソフティモのラチェスカアイメイクアップリムーバー、ジェルタイプのポイントメイクアップリムーバーですね。180ミリ入ってます。これね何がいいかってね、ポンプ式、すごくそれがいいで、まあまあよく落ちるし、これね好きなんですよね。で今はね、通販で買ったあのミシャのメイク落としをちょっと消費してるので、それが使い切ったらちょっとまたこれに戻そうかなと思ってますね。なんせポンプ式っていうのがとてもいい、ワンプッシュもしくはまあ半プッシュぐらいで全然いいので。そしてこちらは、ラックスのうねりケアシャンプーですね。ストレート系になるやつなんですけども、今まあこれのトリートメントがまだ余ってて使ってるんですが、ストレートにはなかなかならないかなって感じですね。まあ自分がちょっとクセ系、猫系クセ系かな、なのもあるんですが、やっぱストレートにはちょっとシャンプーとトリートメントだけではならないかなって感じです。これもねもう一旦使い切ってリピートはお休みしてますね。またちょっと良さそうなシャンプーを探そうと思います。そしてこちらは、メソッドのハンドソープアワータイプになりますね。300ミリのピンクグレープフルーツのものになるんですが、まあ想像してた匂いとちょっと違って、なんかあまり期待してたこのグレープフルーツの柑橘っぽい匂いではなかったので、ちょっとリピートはしないかなって感じです。しかも途中からここのポンプの部分がちょっとバカになって、押しても戻らなかったり、泡がちょっとカスカスになったり、ちょっと微妙だった感じです。まあでも使い切りました。あと2本
匂い違いのものをストックがあるので順次使っていっているところです。そしてこちら拭き取り化粧水、無印良品の、クリアケアの拭き取り化粧水200ミリかなになります。これはね、夏にはすごくいいです。こう拭き取った後にちょっとこうヒヤッとする、あのクールタイプというかメンソール系の成分が多分配合されていると思うんですが、あとはエタノールとか入ってますね。なので夏場はこうヒヤッとした感じがすごく良かったです。でこちらは、別売りのポンプ、こういうコットン用のポンプを取り付けて使ってたのですごく使いやすかったです。なのでちょっとこの、まあ、ポンプヘッドだけは、別で買い足したので、この容器をちょっと再利用しようかなと思っています。なかなかねこれぐらい200ミリも入る容器でこういうポンプ式のものなかなかないので、また別の拭き取り化粧水を瓶タイプとかだとね蓋がめんどくさいので、これにちょっと中を洗浄して移し替えて使おうと思います。そして美容液、こちらはクリニークのターンアラウンドセラム AR 美容液、角質系の美容液になりますね。いつも化粧する前のスキンケアに使ってる美容液になりますね。こちらはリピートして現在も使ってます。すごくこう肌がこうなんて言うんだろう、均一になる、肌表面が均一になる感じで、こう美容液もこうピタッと密着する感じで、浸透とかよりもなんだろう、こう張りが出る感じの美容液ですね。こちらは継続して使ってます。そしてコスメ、こちら2社のクッションファンデーションですね。プロカバータイプの、ナンバー21を使い切りました。これすごい良かった。本当にカバー力もあるし、本当にコンシーラー使わずこれだけで完成する感じで良かったですね。今ねまた別のクッションファンデをちょこちょこ使って消費しているので、一周回ってまた買おうって思えるクッションファンデでした。まあ今ねいろいろ他にもいいファンデ出てるんですけど、プチプラで買うならこれがいいなって思ってます。そしてサンプル品、多分先月か先々月にも1個使ったんですが、ポーラ BA のパウダリーバームファンデーションになります。これは検品は買わないかな。ちょっとバームタイプ使いづらいなっていうのもあるし、まあサンプルで、でもサンプルでもねこれね結構多分10日分とか2週間ぐらいは使えたかな。結構少量でもう伸ばしちゃって使ってたので、密着力もすごくあって良かったですけど、まあ現品は買わないと思います。そしてそれ以外にいろいろサンプル品を使い切りました。まあなんせねコロナの影響もあって旅行も行かないし、サンプル品いっぱい取っといても全然使う機会がないので、もうこういう時にバーッと使っちゃいましたね。こちらオバジの化粧水ですね。アクティブサージプラチナイズドローション2ミリのものを1,2,3,4,5,6 パック使い切りました。そしてこれがすごく良かった、ザ・パブリック・オーガニックの、シャンプーとトリートメント、4種類なんですけど、これを使ったんですがすごい良かった。なんだろう、普通シャンプーってすごいもうちょっとこう、まあ、何のシャンプー使っても大体きしむ感じなんですけど、これ精油油が配合されてて、シャンプーだけでもすごいツルンツルンになるんですよ。
で、まあいろんなこの匂いだったり紙タイプのものが、紙のなんつうんだろう、まあしっとりするタイプとかサラサラになるタイプとかいろいろ分かれてるんですけど、これはねすごく良かった。で、まあちょっとドラッグストアとか見に行ってるんですけど、やっぱちょっとお高めなんですよね。本体だけでもちょっと1500円ぐらいだったんで、ストックなくなったらこれ次使おうと思ってます。そしてこちらはロレアルの洗い流さないオールインワンみたいなやつですよね。エクストラオーディナリーオイルラクレムラボン、ラクレムラボンクレンジングクリームのとてもしっとりを3つ使い切りました。これは慣れると楽かなって思いますね。なんかちょっと泡立たないのが変な感じするぐらいで慣れだと思います。使い切りのコスメは以上になります。ご視聴ありがとうございました。